今回も、前回に引き続きジュラシックワールドの映画に登場した恐竜を紹介するぜ。お、いいねこのシリーズ楽しい。今回はテリジノサウルスについて解説するぜ。あのでっかい爪が武器のなんだか不気味なやつだよね。また映画では誇張されてたりするのかな。見た目が不気味なだけに興味深い話が多くある。誇張されてるか解説を聞きながら考えてみてくれ。そうだね、どんな恐竜なのか早く知りたいな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、このテリジノサウルスの正式名称は、テリジノサウルスケロニフォルミス。約7000万年前の白亜紀後期に生息していた恐竜だ。テリジノサウルスには、刈り取りをするトカゲという意味がある。不気味だけど稲刈りとかで大活躍しそうな見た目だよね。そして、ケロニフォルミスは、亀のような姿という意味がある。え、なんで急に亀？実は一番最初に化石が見つかった時は、前足と肋骨の化石しか見つかっておらず。その肋骨がかなり幅が広かったんだ。間違えて亀のような姿に復元されたことがあり、それに由来している。へえ、言われてみると大きい爪もウミガメのヒレとかに間違われそうだね。次に大きさだが、1998年にアラシャサウルスという同じ科の恐竜の全身骨格が見つかったことで、全体像が明らかになってきた。全長は最大9メートル、重さは5トンくらいの大型の恐竜だ。パラサウロロフスとかと同じくらい？ティラノサウルスよりは少し小さいのかな。お、いい線だな、大体そのくらいのイメージだ。ちなみにだが、テリジノサウルス自体の全身の化石は見つかっていない。そのため、近縁種であるテリジノサウルス類の恐竜の化石から推測される話が多いぜ。そして最大の武器であるカギ爪の大きさは、70センチほど、最大1メートルあったんじゃないかとも言われている。今見つかっている生物中では最大サイズの爪の持ち主で、体長に対する爪の比率は1割くらいと考えられる。大体人間で言うと、手のひら一つ分くらいの長さの爪がついているイメージだな。リアルシガーハンズ。いや、ウルバリンにも似ている。自分の手についてるって考えるとちょっと邪魔かもしれないけどな。この爪の用途としては、天敵から身を守ったり、草木をたぐり寄せたり、はたまた昆虫の巣を掘り起こすなどが考えられている。ただ、厳密にはまだ解明されていないが、爪の力はそこまで強くなかったことはわかっている。この点については後半で紹介するぜ。いやー、稲刈りの時期には結構役立ちそうなのにね。稲刈り推しだな。続いて、食性についてだが霊夢は何を食べていたと思う？なんとなく草食のイメージがあったけど、顔を見るとなんだかラクトル系にも見えてきて雑食なのかな？お、なかなか鋭いな。顔がラクトル系に似てるかはさておき、おそらく草食だっただろうと言われている。おそらくなんだね。そう、この恐竜は不思議なやつで、恐竜の中での分類だと、獣脚類という部類に入る。獣脚類は、細長い体で比較的後ろ足が長く、二足歩行で移動、歯は比較的鋭いという特徴を持ち、ティラノサウルスやベロキラプトルなどの肉食恐竜がほとんどなんだ。え、肉食恐竜の仲間なのか、イグアノドンとかにも体型似てそうだと思ったけど違うんだね。イグアノドンは鳥脚類という部類だな。鳥脚類はパラサウロロフスとかの草食動物がほとんどだ。これらは二足歩行と四足歩行にも対応していて、草食に適した顎の構造をしている。テリジノサウルスは爪長すぎて四足歩行できなさそうだね。爪折れちゃいそう。話を戻すが、獣脚類は肉食恐竜がほとんどで。テリジノサウルスの祖先も肉食恐竜だったが、草食に進化していったのではと考えられている。そんな進化があるんだね。これに関しては日本でも研究が行われている。北海道大学の小林教授が行った、テリジノサウルス類のジアンチャンゴサウルスを元にした研究結果を紹介するぜ。このジアンチャンゴサウルスはテリジノサウルス類の中では初期の恐竜で、1億2000年ほど前に生息していた。この恐竜の歯や顎の構造を見ていると、植物食に適している、鳥脚類や角竜類に似ていることがわかったんだ。一方で、体はまだ獣脚類の要素が残っており、走行性能の高い作りになっていた。頭は草食、体は肉食って感じだったのね。そう、そしてそれより後に出現したこのテリジノサウルスを見てほしいんだが、何か体型で違うところはないか？ちょっと胴体が多めくらいかな？そう、そこが次の進化のポイントなんだ。ジアンチャンゴサウルスは最大2メートルほどだが、テリジノサウルスは最大9メートル。身体の巨大化に伴い、体高も拡大させより植物を食べて、かつ消化できるよう進化を遂げたと考えられているんだ。草食だと、いっぱい植物を食べないといけないし、肉よりも細かく消化しないといけないからか。その通り、まとめると初期のテリジノサウルス類がまず早顎の構造を進化させて草食となる。
その後の体の巨大化に伴い体高が拡大し、植物を消化できるように進化したと推察される。体の部分ごとに段階的に進化してきたんだね。また、他にも不思議な点としてテリジノサウルス類の化石からは羽毛が生えていた痕跡が残っている。他にも腕の構造的に、腕を側面に広げられて鳥がのように羽ばたく動きが可能だったともされている。え、じゃあ鳥の祖先に近いかもしれないってこと？詳しいことは分かっていないんだが、獣脚類には始祖鳥も含まれているから。同じような進化をたどったり、逆に対抗してきた結果なのかもしれないな。独自の進化を遂げたテリジノサウルスだが、実は日本にも近縁種が生息していたんだ。北海道の中川町で爪の化石が見つかっており、パラリテリジノサウルスジャポニクスと命名されている。先ほども登場した北海道大学の小林教授の研究結果で、2022年5月に新種として特定されたんだ。小林教授すごいね、リアル恐竜博士だ。小林海二教授は世界的にも有名な古生物学者で、フクイサウルスやカムイサウルスなんかの研究もしているぜ。すごい人なんだね。ちなみにこのパラリテリジノサウルスジャポニクスはどんな意味があるの？化石が海の底に溜まってできた地層から見つかっているため、日本の海岸に住むテリジノサウルスという意味があるぜ。また、この研究ではこのパラリテリジノサウルスやテリジノサウルスは進化型のテリジノサウルス類であり、爪の用途が変化してきていたことも判明している。日本のパラリテリジノサウルスはテリジノサウルスと似てたのか。爪の形を調べたところ、筋肉の付き具合と爪の先に力を加える効率が、他のテリジノサウルス類と比べて小さいことが分かったんだ。すなわち、原始的なテリジノサウルス類は爪を様々な用途に使用しており、力が強かったが、進化型のパラリテリジノサウルスやテリジノサウルスは、爪の力が弱い。近くの枝を手繰り寄せて葉を食べる機能へ進化したと考えられるんだ。じゃあ、カマっていうよりも、熊手みたいな感じなんだね。そう、世界的に有名なテリジノサウルスだが、日本の近縁種の研究によって生態が解明されつつあるから、少し誇らしいな。他にもテリジノサウルス類の化石は熊本や兵庫でも化石が発見されており、約2000万年もの間、日本で繁栄していたことがわかっている。日本でもこんな不思議な恐竜が各地にいたと思うとワクワクするね。そういや今回聞いてた話だと、ジュラシックワールドに出てたテリジノサウルスはあんまり誇張されてなさそうだね。そうだな、強いて言うなら若干細身で、爪がちょっと長めだったくらいかな。逆に誇張されなくても十分存在感があったから、本当に面白い恐竜だね。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったという方がいればぜひ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。